こんにちは。10月8日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。ニューヨークの株価、主要3指数とも揃って反発しました。トランプ大統領の追加の景気対策をめぐる発言やツイートを材料にですね、相場が大きく動く展開が続いています。今日番組ではこの後詳しくそのあたりを見てまいります。まずは昨晩の終値から確認していきましょう。アメリカの株式市場です。トランプ大統領が一部の企業に対して景気対策を行うよう指示したとの報道が伝わり、この日のアメリカ株は総じて株高となりました。ダウ平均は500ドルを超える上げ幅となりました。続いて債券市場です。追加の景気対策への期待と株高により、アメリカの長期金利は 0.8% 手前まで上昇する局面が見られました。ニューヨーク原油先物です。アメリカの原油在庫が増加したことを受けて、この日は売り優勢の展開に、3営業日ぶりに反落して引けました。最後にニューヨーク金先物です。アメリカの金利の上昇と株高を受けて、ニューヨーク金続落して引けています。以上、マーケットのおさらいでした。続いては最新の市場分析をお伝えしてまいります。このコーナーです。解説はIG 証券シニア FX ストラタジストの石川純一さんです。石川さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、はい、トランプ大統領は新型コロナウイルスに感染したりだとか、はい、それからその後もいろいろな発言で相場を動かしておりますね。うん、そうですね、はい、まあ、特に今週に入ってからですね、症状が回復して復帰しました。でもその第一声がですね、民主党との協議を一部打ち切るといった発言から始まって、昨日は一転してですね、一部の経済対策についてはですね、するといったことを議会に指示したといったことで、もう二転三転しておりますと。で、今日のテーマもそうな、ありますけれど、はい、今日この点についてまず触れておきたいと思います。はい、ご覧いただいております。アメリカの景気対策をめぐり右往左往する市場ですね。そうですね、まさにこの発言をめぐってはですね、株安になってでドル高で、昨日は株高になってドル安優勢、かつ円安圧力も高まったということで、はい、株式為替ともにですね、右往左往する展開になっております。じゃあその一方で投資家の心理はどうなのか、はい、あとトレンド自体にですね、大きな影響はあるのかといったことをですね、今日は見ていきたいと思います。そうですよね、はいはい、それでは早速こちらからご覧いただきます。トランプアメリカ大統領、追加の景気対策をめぐる発言が2点3点。そうですね、これはもう冒頭でもお伝えした通り、復帰第一声がですね、協議を停止しようと、突然来ましたよね。これで市場はびっくりして、ニューヨークタイムにですね、株式が下落しました。でドル買いとなりました。しかし昨日は一転して一部の対策、航空会社とか、中小企業を、ターゲットにですね、そういった経済対策をしようといった発言からですね、ニュースの項目でもありましたが、ダウ平均500ドル超ということで、一気に今度は株高となったということで、まさに2点3点するこの発言に、相場もですね、右往左往しているという状況が伺えますよね。これはやはり大統領選を睨んで、あえて一つ一つ発言されているのですよね。その可能性もありますし、あとはどうなんでしょうね、どういった思惑があるのかというところは、やっぱり周りから伺い知ることはできませんけれど、大統領選を近づいているということを考えるでしたら、やっぱりこういった景気対策、これをカードにしてやっぱりやるよと、そういったことで、私はアメリカ経済をですね、ちゃんと考えているよとメッセージを送っているという可能性はありますよね。なるほど、ではこういったものによって投資家の心理はどう動いているのか。そうですね、次のスライドで確認してみましょうか。はい、ボラテリティ指数ですね。そうですね、上はですね、S&P500 のオプション価格を原資産とした、ビッグ指数、恐怖指数ですよね。はい、で下がですね、ナスダック100を原資産とした VXN ということなんですが、ともにですね、上昇したら投資家の不安心理が高まっているというふうに、見る指数なんですが、こちら見てみますと、9月入ってから上旬ですね、ちょうど調整圧力が高まったときに、ともに警戒ラインの30ポイント、そして40ポイントを一気に上回ってはいるんですよね。しかしその後ですね、景気対策についていろんな議論がありましたし、報道もありましたけれど、この30ポイントもしくはですね、40ポイントをですね、一気に上抜けるような局面はないんですよね。それは直近を見ても一緒なんで、そうなってくると、確かに相場自体は右往左往してますけれど、投資家心理自体はですね、
横の矢印が示す通りですね、こちらですね、まあ、一定というか落ち着いてきていると見られるということですよね。そうですね、落ち着いているかなというふうに考えることができます。そして、まあ、こういった状況を見るならばやっぱり今後アメリカの株式というのはですね、顕著試合、まあ、調整の反落は見られるけれど、まあ、やはり顕著試合が続く可能性の方が高いのかなというふうに考えることができますよね。まあ、こうしたその発言によってまあ右往左往する中で、ではその為替ですね、ドルのトレンドはどうなっていくのかというところですね。そうですね、その点を次のスライドで見ていきましょうか。はい、はい、アメリカの株安からのアメリカドル買いのトレンド変わらずということですね。そうですね、こちらですね、例の、協議を停止するといった発言があったですね、はい、10月6日の、10番紙のこのチャートを持ってきたんですが、一番上が S&P500 指数、まあ、赤い枠で囲っている通りですね、まあ、急落していますと。ではですね、為替の方ドルストレート見ていきますと、ユーロドル、ポンドドル、そして5ドルドルですね、ともにですねドル高いっているということで、まあ、やはりですねアメリカの株式市場下落するとドル買い圧力が高まる政策相場というのは変わってはいないということが分かりますし、これはですね逆に、昨日の展開もそうなんですよね。昨日はですね、まあ、一部の経済対策について、まあ、実行するよといったことをですね議会に指示しましたと、はい、なってくると今度一転して株高そしてドル安優勢となりました。まあ、こういった状況を考えるんでしたら、まあ、確かに2点3点する発言に対して右往左往してますけれど、トレンド自体は変わっていない、こういったことが分かりますので、よって今後もですね政策相場については、続く可能性が高いというふうに、考えることができますね。まあ、なかなか私も見てますけどツイッターが右往左往してしまいますよね。そうですね、特に本当にご自身がつぶやいてるんですよねだと思いますけど、確かに政策に対する発言についてはもう3連チャンぐらいで来ましたので、実はこのスライド作ってる時にそのツイッターをですね全部こうペタッと貼り付けてみたんですよ。でもあまりにも長すぎてですね入りきらずにですね、結果冒頭でお見せしたですね協議停止とかですね、まあ、そういった一言にまとめたっていう経緯もあったんですが、まあ、それぐらいですねやっぱり政策についてやっぱりこちらはもろにですね、まあ、直接的に、アメリカの大統領選挙の結果にも関わってくる、まあ、事柄でもありますので、やっぱりそこら辺をですね政治的な駆け引きとして使っている可能性というのは十分考えられますよね。実際トランプ大統領の発言あるいはツイートでもこのトレンドっていうのは変わってないということですね。変わってないということですね。ただここにですねドル円がないんですよね。でこれはあえてドル円を抜かしたんですが、その理由を次のスライドから説明させていただきます。はい、では続いてのスライド、ドル円とアメリカの金利のチャートになります。そうですね、まあ、結論から言いますと今のドル円というのは確かに株式市場の動向によってですね、まあ、上下に触れる展開となっておりますけれど、明確なトレンドを発生させるだけのインパクトはですね米株とかですね他の株式市場にはないんですよね。じゃあ何がトレンドを決定しているのかといったときにですね、はい、これ10月以降の動向を見てみますと、アメリカの長期金利との反発にドル円が連動していることが分かります。実際ですね上のラインのドル円、見てみますと上昇基調にありますが、下のラインの長期金利こちらも上昇基調にありますと、こういったですね、まあ、ドル円がですね、アメリカの長期金利との相関性が再び高まりつつある、まあ、こういった状況が伺えるんですよね。ということは株高局面が今続いておりますと。で株高の局面では政策相場によってドル安対円安の戦いになりますと。でもですねこのベースシナリオを崩す要因としてはアメリカの長期金利が今浮上していますと。なぜなら長期金利が上昇するということはドル安圧力の後退要因になりますので、そうなってくると株高を背景とした円安、プラス金利の反発を背景としたドル安圧力の後退、それがゆえにですねドル円は上昇基調を描いているというふうに考えることができますので、このトレンドが続く場合はですね106円台にしっかり乗せてくることによってで、まあ後で説明させていただきますけれど、まあ、107円を視野にですね、まあ、上昇トレンドがしばらく続く可能性もあるという、まあ、予測も立てることができますね。なるほど、確かにドル円とアメリカの金利の動向というのはまさに連動しているというところで、まあ、株高よりも金利の動向にを見ておくということですよ ね、ドル円に関してはということですね。そうですね、で実際その点を数値の方でも確認したいと思いますので、次のスライドから説明させていただきます。はい、続いてこちらです。米株と主要通貨ペアの相関チャートその1。そうですね、こちら相関チャートですので、まあ、縦から見ても横から見ても一緒なんですが、注目すべきは黒い色の濃さですよね。
黒に近づけば近づくほど相関係数が1に近づきますので、これはですね、同じ方向に動く、まあ、連動性が高いというふうに見ることができますし、はい、まあ、色が薄くなればなるほどですね、逆相関、お互いが逆に動くということになります。でこちら見てみますと、ドル円、赤い枠で囲った部分なんですが 0.13 と、まあ、白の方に近づいてるんですよね。ということは株式との連動性というのは見られない、うん、要はあの明確なトレンドを発生させるだけのインパクトが、まあ、米株、まあ、今回 S&P500 を持ってきましたがとはですね、そういったインパクトはないということが分かります。一方緑見ていきますと5ドルと米ドルですね、はい、0.6 高いですよね、うんうん、ということは5ドル相場についてはですね、やはり米株との連動性が高いということが、見て取れますね、うんうん、これはですね、実はあの4月から取ったあのデータで132個のデータがあるんですが、はい、まあ、9月上旬先ほど言いましたあの調査圧力が高まった時ですね、うん、その時のデータを持ってきましたので見てみましょうか、はい、こちらになります。相関チャートその2です。そうですね、まあ、赤い枠で囲ったドル円の部分に関しては 0.21 と若干上昇していますが、うん、それでもですね、まあ、ユーロドルとかポンドドルに比べてもまだ低いと、うん、でオージードルの方はですね、0.65 ということで引き続き高い水準が、保っていると。そうですね、ということはどの期間から取ってみてもですね、やはり5ドルというのは株式にらみ、そしてドル円というのはですね、株式にらみではない、まあ、つまりアメリカの長期金利がですね、今後ですね、存在感を増してくる、そんなですね、ことをこの相関チャートは示していると思います。なるほど、まあ、すなわちはトレンドの決定要因とはなり、まあ、あのアメリカ株はドルに関してはドル円に関しては影響を与えるけども、まあ、トレンドを発生させただけのインパクトはないということです、ね、なるほど、はい、分かりやすいですね。ありがとうございます。すいませんごめんなさ いやじゃあ5ドルちょっと気になりますね。そうですね、はい、うん、じゃあちょっと見ていきましょう、はい、でこちらなんですが、実際にですね、数値だけでは分かりにくいので、いかに5ドルがですね、米株との相関性が高いかといったところをですね、今度はチャートで、まあ、ビジュアルチャートで見ていきたいと思います。はい、で端的に言いますと右肩上がりのラインになってますので、これはですね、 S&P500 が上がれば5ドルも上がると、うん、5ドル買いのドルになることを示しております。それがゆえにですね、右肩上がりのチャートが、引けますと。でもドル円見てください、ほぼ横ばいの水準ですよね、はい、で相関係数も 0.13 ということで、うん、まあ、先ほど見た係数と一緒なんですが、うん、まあ、こういったですね、ビジュアルチャートで見てもですね、明らかに米株とのインパクトの差に、差がですね、5ドルとドル円ではですね、明らかに見られるといったことが分かりますし、じゃあその点はですね、実際にチャートを見てもそうなんですよね。はい、こちらです。5ドル米ドルのチャートポイントです。そうですね、まず青いラインに沿ってですね、あの5ドルドルというのは5ドルだから米ドル安になっていることが分かります。でこういったところを見てもあの上昇トレンドがですね、まあ、あの一目瞭然で分かるんですが、ただその上昇トレンドも今ちょっと分岐点に来つつあります。それがまずですね、この21日移動平均線、青いラインでずっと上値が抑えられているんですよね、はいはい、まあ、確かに米株はですね、売り買い交錯して右往左往してますけれど、今株高局面ですので、まあ、それにもかかわらずこの青いラインすら突破できずにいる、うん、ということはやっぱりですね、ちょっと下押し圧が高まる可能性もあることを示唆しておりますし、まあ、問題はこの赤いラインの短期レジスタンスラインですよね。やっぱりレジスタンスラインである以上、ここで上値を抑えられたらやっぱり市場関係者としては、あ、下落トレンドで転換したかってところをやっぱり意識せざるを得ない状況になってくると思いますので、まあ、5ドルドルに関しては上昇基調はまだ維持はしておりますけれど、こういったテクニカルラインでもしかしたらトレンドが転換する、もしくはですね、そういったことをですね、市場関係者に意識させる、まあ、そんな分岐点に来ていると考えております。なるほど、ではおしまいにドル円のチャートいけますかね。はい、はい、見ていきましょう。もうドル円、そうですね、はい、ドル円についてはもう107円トライですね、まあ、これが非常に、まあ、重要な焦点になってくると思います、うん、で先ほど言いました通り株高プラス、米金利の反発がですね、同時に発生する局面ではですね、この107円をトライする可能性が高まってきていると思います、うん、ただその前に106円3050、まあ、9月に、反発した時のですね、上値を抑えた水準、まあ、レジスタンスゾーンですね、まあ、ここをですね、突破できるかどうかが目先の焦点になりますけれど、これを突破する場合はですね、まあ、107円トライ、まあ、その可能性をですね、まあ、意識すべき展開にあるのかなと思います。はい、石川さんの解説でした。ありがとうございました。まあ、これから大統領選に向けて、まあ、まあ今もそうですけれども、うん、こう相場が動くタイミング、大きなイベントを控えているところというのは利益獲得のチャンスでもありますよね。そうですね、はい、まあ、上に行っても下に行ってもですね、まあ、IG 証券でしたらワンクリックで、まあ、売りからも買いからも入れますので、うん、そうそう、まさにですね、まあ、取引をする機会はですね、まあ、10月そしてまあ11月に向けて、まあ、あるのかなというふうに考えております。はい、引き続き番組でもウォッチしていきたいと思います。 IG 証券ランチエクスプレス、今週はこの辺り
たりでお別れです。また来週お会いしましょう。失礼いたします。